ギターの前に行ってごらん。邪魔になるよ。ショッピングセンター。いいじゃん、2着で9ドルだよ。お土産で買ってくれ。もう黒田ドジャースじゃない。松井がドジャースかもしれない。アスレ。
途中から歩き始めた。すーちゃん、レッドカーペットはせっかくなので真ん中歩いてもらえませんかね。緊急な問題。はい。